ウィリアム王戦争、ウィリアム王戦争、ウィリアム王戦争、1689年から1697年は、またの名を、第二次インディアン戦争という。第一次は、フィリップ王戦争、第三次は、ラルシンプ戦争、第四次は、ルルートルシンプ戦争、第五次は、ジョージ王戦争、そして第六次は、フレンチ・インディアン戦争である。 大同盟戦争の北アメリカの植民地における戦争であるが植民地には両国とも遠征軍を派遣できずそれぞれが独自の兵力で対戦した北アメリカではイギリス国王ウィリアム三世の名を取ってウィリアム王戦争と呼ばれているヌーベルフランスとアベナキ同盟はイングランドのアカディアでの勢力拡大を阻止できる実力があったアカディアの教会は ヌーベルフランスにより、メイン南部のケネベック側と定められていた。レースウェイク条約、ライスワイク条約では、ヌーベルフランス、ニューイングランド、そして、ニューヨークの国境と辺境の入植地は、戦前の状態を持ちという結論に達した。しかし、北、アメリカでの決着は、現地の判断に委ねられたため、その後もまだ戦闘は続いた。1685年の、 フファルツ選定効果ある二世の死去に伴い、相続をめぐって、オーストリア、スペイン、オランダ、スウェーデンなど、欧州諸国は、ルイ十四世の相続権主張に対抗するため、アウクスブルク名を結成した。オランダ総督、同領のウィレム三世が名誉革命後に、ウィリアム三世として即位したイングランド王国も後に、この同盟に加わった。北、アメリカでは、ーベルフランスと、 1686年にニューイングランド自治領として統一されたイギリス人入植地北部との間に緊張が高まっていた。ニューイングランドと色イ連邦はヌーベルフランスとアベナキ同盟を相手に戦った。色イ族は経済面で重要な毛皮交易を支配しており、1680年からフランスと敵対関係にあった。イングランドの強い勧めにより色イ族は ヌーベルフランスと西方の部族との交易を中断した。ヌーベルフランスはこれへの報復として、ニューヨーク西部のセネ家族を襲った。その見返りに、ニューイングランドは、色恋族に支援して、ヌーベルフランスのラシーヌを襲撃させた。ニューイングランドとアカディアの間でも、教会をめぐって、同じような緊張が走っていた。ヌーベルフランスはこの教会を、 メインの南にあるケネベック川であると定めていた。マサチューセッツ、当時は直上によりメインも含まれていたの、イングランド人入植者は、アカディアに入植地を拡張する一方で、ヌーベルフランスは、自らの主張を正当化するため、カトリック教会をメインの三つの、最も大きな集落にそれぞれ建てた。一つは、ケネベック川流域、ノリッジウォック、もう一つは、 ペノブスコット川流域、ペノブスコット、そして最後の一つはセントジョン川の流域、メュクトゥクに建てられた。他の地はともかくアカデアの5つのインディアン部族はフィリップ王戦争を受けて安倍ナき同盟を作り、ニューイングランドの拡張を阻止するために政治や軍事の面でヌーベルフランスと同盟を結んだ。アカデアとニューイングランドを戦場とした戦いは、 キャスタン戦争として知られる。大同盟戦争勃発の1689年、ペノブスコット族をはじめとする、安倍なき同盟はイングランド入植地への攻撃を再開し、以前にも増して激しく襲撃するようになった。その年の6月、数百人の安倍なき族とペナコック族が、カンカマガスとメサンドオイットとに引き入られ、ニューハンプシャーのドーバーを攻撃して、住民20人以上殺し、 二十九人を連れ去った。この二十九人は奴隷として売買されたと言われる。そこをでも四人が殺された。これらの襲撃への対応として、二十四人の中隊が招集され、遺体探索とインディアンたちの追跡に当たったが、インディアンとの戦いで四分の一が戦死したため、帰還を余儀なくされた。1689年の8月。 ジャンバンサン・ダバディド・サンキャスタント・ルイピエールというディシンプが、アベナキの戦闘集団を率いて、ペマキット、現在のメイン州ブリストルを攻略して、砦を走った。イングランドにとって、ペマキットの陥落は大きな挫折となり、アカディアとニューイングランドの境界線は、メインの肝臓、ファルマスにまで戻された。ニューイングランドはこれへの報復として、ベンジャミン・チャーチにアカディアを襲撃させた。 ウィリアム王戦争の間、チャーチはニューイングランドの襲撃隊を率いて、アカディア人や安倍なき同盟所属との対戦のため、メインを含むアカディアへの遠征を、この戦争の間に4度繰り返した。1689年9月21日、最初のアカディアへの遠征で、チャーチと250人の軍勢は、ファルマスに留まろうとするイングランド人入植者を敵から守った。 アベナキ同盟所属の反撃により、チャーチ軍の21人の兵が戦死したが、チャーチ自身の防御は功を奏し、インディアンたちは撤退した。その後チャーチは無防備なイングランド人入植者をその場に残して、ボストンに戻った。翌年の春、キャスタンが率いる400人のフランスとインディアンの部隊がサーモンフォールズ、現在のメイン州バーウィックを破壊してからファルマスに戻り、 ロイヤルトリデの戦いで、ファルマスのすべてのイングランド人入植者を虐殺した。その後、チャーチは夏になって、ファルマスの集落に戻り、遺体を埋葬した。ロイヤルトリデの陥落により、メインの人口が減少したため、インディアンたちは報復されることなく、ニューハンプシャーとの境界を攻めることができるようになった。サー・ウィリアム・フィップスが指揮を取るニューイングランド軍は、報復として、 アカディアの首都であるポートロワイヤルを攻撃した。これが1690年に始まったポートロワイヤルの戦いである。フィップスは7隻からなるイングランド艦隊に736人のニューイングランドの兵を乗せていた。アカディア総督のドメネーバルは2日間の戦いの後に条件付きの降伏をした。これによりチュートン隊は教会に監禁され、メネーバルは 自宅に閉じ込められた。ニューイングランド軍は自分たちのものとなった砦を破壊し始めた。ポートロワイヤルの住民も教会に閉じ込められ、イギリス国王への忠誠を宣言させられた。フィップスは去ったが、6月にニューヨークからまた軍艦がやってきて、街はよりひどく破壊された。スイフたちは街に火を放ち、街や教会からものを略奪した。 ニューイングランド軍が再び去っていき、当時のアカディア総督、ジョゼフ・ロビノード・ビューボンが、首都を内陸のより安全なナシュワーク取りで、現在のニューブランズウィック州フレデリトンに移した。ここは、1699年に、ポートロワイヤルが首都として修復されるまで、アカディアの中心地であった。1690年9月11日、チャーチは2度目のアカディア遠征のため、300人の兵を、 聞いて、カスコアンに到着した。彼の任務は、安倍ナき同盟に占領されているイングランドのペジェプスコット取りで、現在の面州ブランズウィックを解放することだった。チャーチは、リバモアフォールズから40マイル、64キロ上流に、行き、インディアンの集落を攻撃した。チャーチの部隊は3人、または4人のインディアンを銃撃し、彼らは撤退した。チャーチは、 イングランド兵たちがウィグワム、インディアンの小屋の中にいるのを発見した。6人、または7人のインディアンを虐殺し九人を連れ去った。数日後、安倍泣き同盟の部族が報復として、パープードックポイントのケープエリザベスでチャーチ軍を襲い、兵を7人殺し、24人を負傷させた。ウィリアム王戦争中、ポストロード沿いに、80軒の入植者の家や、 マルタゴヤが立ち並ぶウェルズの町が1691年6月9日に襲撃にあった。襲撃したのは族長モクサス指揮下の200人のインディアンだった。民兵隊隊,隊員のジェームズ・コンバースと兵たちは門付きの砦り作の中にいた中尉ジョセフスとアラーの中屯隊を守った。もう一人の族長であるマドカワンドが翌年また来るとニューイングランド兵を脅かした。 インディアンたちは撤退とともに、ケープネディックから離れた場所にあるヨークへ行き、そこの船の一席に乗り込んで、乗組員のほとんどを殺し、また集落をも焼いた。1692年の初め、およそ150人のアベナ貴族とトゥリ神父が、ヨークでイングランド系入植者を約300人殺害、または補修して集落を焼いた。これは、 キャンドルマスの虐殺として知られるようになった。その1692年に、チャーチの3度目のアカディア遠征が行われ、この時彼は450人の兵を連れて、ペノブスコット、現在のインディアンアイランドを襲撃したチャーチと、兵たちはその後、タノコック現在のメイン州ウィンスローを襲撃した。1693年、 ニューイングランドのフリゲート艦が、またもポートロワイヤルを攻撃し、12件の民家の、ほとんどと、穀物でいっぱいになっていた3つの納屋を焼いた。1694年7月、フランス人主艦のクロード・セバスチャン・ドビーユーと、アベナキの族長ボモシーンに率いられた約250人のアベナキ族が、イングランド集落であるニューハンプシャーのダラ、オイスター・リバーを襲った。 その後1696年の8月に、ビーユーは、サンキャスタンと共に、ペマキッドの戦いに参戦した。1696年、ヌーベル・フランスとアベナキ同盟が、サンキャスタンとピエール・ルモイノ・ディベルビーユの指揮のもと、アカディアに戻ってきて1696年7月14日の、海戦、ファンディワンの戦いを追い、その後メインのペマキッドを襲った。これへの報復として、 チャーチは4度目のアカディア遠征を行い、シグネクト地境のアカディア人集落を攻撃し、また、当時アカディアの首都だったナシュワーク鳥で、現在のフレデリクトンにも襲撃をかけた。1689年の8月に、1500人の色イ,イ族が、ヌーベルフランス総督でノンビーユの侵略への報復として、ラシーヌのフランス系カナダ人の住民の集落を攻撃した。 で、デノンビーユに代わって、ヌーベルフランスの総督に就任した、ルイド・ボード・ド・フロンテナックは、その後、オノンダガのイロコ遺族の集落を攻撃した。そして、ヌーベルフランスとインディアン同盟は、その後、1690年の初めに、ニューヨークのイングランド系住民の集落を襲撃した。これは、シェネクタデの虐殺として、特に知られている。1690年、マサチューセッツによる、 ヌーベルフランス侵略で4月にポートロワイヤルを攻略したサーウィリアム・フィップスが同年の9月にケベックに乗り込んだ。この時もフィップスの艦隊が出動したが、ヌーベルフランスの総督フロンテナックはニューイングランド側の戦略を察知していた。フロンテナックは兵力をケベックの防御に集中させ、フィップス軍の撃退に成功した。その後フランスはポートロワイヤルを奪回し、 現地のインディアン部族と同盟を結ぶことになった。色恋連邦は、イングランドとの同盟関係の弱さに悩まされた。1693年と1696年、フランスとインディアンの連合軍は、色恋族の集落を荒らし、作物をめちゃめちゃにした。1697年の平和条約締結後、色恋族は、イングランド系入植者から見捨てられ、 1701年まで、ヌーベル・フランスと戦闘行為を共にした。その1701年、モントリオールでフランスと、色遺族の和議が成立し、条約が結ばれた。英仏の小ゼリアイは、ハドソン湾にも影響を及ぼした。毎年のように毛川公益書の奪い合いと奪還が、続き、1686年には、リベルビュー率いる軍勢がモントリオールから、陸路ハドソン湾へ向かい、 ムース、ルパーツ、オールバニの攻撃所を占拠した。ウィリアム王戦争勃発後は、双方による海戦も起こり、1697年9月のハドソン湾の戦いでは、ディベルビューのペリカン号は単独で3隻のインランド艦を迎撃した。ディベルビューは、ヨークを包囲して陥落させ、ここをウルボントリデとした。後のレースウェイク条約ではフランスが、ジェームズ湾、 イギリスがヨークを確保する予定だったが、ヨークの陥落により、フランスがヨーク、イギリスがジェームズワンとなった。フランスの選挙により、ヨークで2万ポンドの損失を出したイングランドは大いに不満が残った。1697年のレースウェイク条約で、英仏両植民地の戦いは終わり、両植民地の境界は戦前の状態に戻された。この平和は長くは続かなかった。 イングランドでは、ウィリアム3世とメアリー2世夫妻の死後、メアリー2世の妹アンが即位した。一方フランスのルイ14世の孫であるアン重工フィリップが、スペインの王位につき、スペインとフランスが、縁続きになることで、ヨーロッパや植民地に与える影響を、イングランドは恐れた。これが再び英仏対決へと繋がっていった。このアンジョー戦争では、色濃い族は、 ヨーロッパ人相手にうまく立ち回り、双方から贈り物があったにもかかわらず、兵としていずれの側につくことをも拒んだ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。